はい、おはようございます。速稼塾の久保でございます。今日はね、解説に対してのちょっとまあ Q&A ってほどもないんですけども、メールをいただいたんでそれに回答しようかと思います。まずはね、資金管理とレバレッジについてなんですけども、大体ね、私たちの暮らしっていうのはまあお金によって成り立っているところがありますけども、まあ投資をする際に投資に使える金額って、例えばね、月収のどのぐらいでしょうかってことをまず計算するんですよ。まあ月収じゃなくても全資産量でもいいです。例えば貯金がね300万あって、で、まあそれにしておきましょうか、ややこしくなる。貯金が300万あって月収が30万の人がどのぐらい投資に使える金額があるかっていうふうな計算をするときね、私はまあ大体その 1% ぐらいだと思うんですよ、だから300万持ってる方は投資に使える金額って3万円ぐらい、プラス月収が30万だったら毎月3万は投資してもいいかなっていうふうに考えるんで、合計6万ですね。で、6万が投資に使える金額のマックスだと私は思うんですよ。だからこれが私の資金管理です。で、この6万円がもしパーになっても、翌月には回復すると思うんですよ。まあ、ですので、1ヶ月ぐらいしか尾を引かずに済むって感じですね。でも貯金が300万で、月収が30万の人が300万の投資するのってどう思いますかって、これ明らかにやりすぎだと思います。100万でもやりすぎです。だから投資ってのはゼロになることを覚悟してやるもんですから、じゃあ300万しか貯金がありません、月収30万ですっていう人が100万の投資に行って100万がなくなったら、まあ200万に貯金が目減りするわけですよね。そうすると精神的なダメージって大きくなるわけですよ、かなり。でしかもその100万を減ったっていうのを取り戻すのに月収30万は3ヶ月以上かかるんですよね。で他のことに資金を割く余裕はなくなっちゃうわけですよ。でもっと言うとね、貯金がない月収20万の人がなぜか100万の投資を行ってしまうんですよ。で、これはもう自殺行為としか言えませんよね。私はそういうふうに考えてるんですよ、資金管理に関しましては。で、それを例えば FX に今度置き換えた時、 FX に投入する金額は私100万円なんですよ。で、100万円がもしねなくなっても生活には全く支障がありません。他に欲しいものがあったら買えるし、他にやりたいことがあったらやる。その余剰資金っていうのは FX に入れた100万の他にもきちんと確保してるわけですよね。しかも FX に入れた100万のうちロスカットする金額がマックスで1万って決めてるんですよ。そうなると100万円のうちの、もう今日はね全然うまくいかなかったらロスカットだ、もう全滅だと思っても1万しか失わないんですよ。100万円のうち1万です。これでどうやってね破産したり知名度になるんでしょうかっていうこと。だからね、投資をしてる以上破産したり致命傷になってはいけないと思うんですね、私は。それが私の考える資金管理です。だからレバレッジってのはとてもかけられないですね。レバレッジってのは1万円しかないものを10万に換算して勝負するってことですから、10万儲けるのも早い代わりに10万失うのも早いわけですよね。ちょっとレバレッジってのは上級者向きのテクニックだと私は思います。はい、でもね、本当に毎日動画の方を楽しみにしていただきましてありがとうございます。FX は基礎固めをしっかりして、成長していきたい。私も同じですね。で、基礎っていうのはこういう資金管理も込みですからね。資金管理につきましてはカリキュラムには入ってませんけども、こうやってねしっかりと事あるごとにお伝えしていこうかと思います。全体の資金量の何パーセントだったら投資で失ってもいいのか、投資に割く金額の何パーセントだったら日々の FX の取引でロスカットライン失ってもいい金額になっているのか、負けを共有できる額なのかってことをよくよく自分の力量と換算してやっていかなくてはなりませんよね。大体私はいつも 1% だと思っています。1% ね、で、そうですね、 1% を負けることを許容して 3% を勝ちに行くって感じですね。これがリスクリワード 3.1 の書き方です。シンプルに言うと FX やる場合、ロスカットを受けたら1万円なくなる、でも計画通りに、解説通り、相場予測通りにいったら3万円儲かる、この勝負をいつもしてるってことなんですよ。で、勝率は 60%、 負ける率は 40%、 だから4対6の勝負に勝った時に3もらう、負けた時に1払うってやるわけですから、お金なくならないでしょ、ここまでやったら。そういうふうに私は計算してるんですよね。すごくシンプルにやっていけると思います。リスクリワード 3.1、 勝率 60%、この2つの事柄だけ注意していけば、まあ大きくおかしなことになることはないかなと。精神状態も保っていきますしね、というのが私の回答でございます。参考にしていただければ幸いです。そしてもう一つの動画、危ないブームが帰ってきた。暗号通貨のブームってしばらくねシーンとしてたんですけども、なぜかここに来てね、また色めき立ってきてるんですよ。すでに飛んでしまった案件もいくつかあると報告されてます。
インフルエンサーの方が進めている案件っていうのは基本的に紹介報酬狙って進めてるんで、その案件がいいか悪いかっていうのはちょっと別で考えないといけないと思います。もちろんね、進める以上とってもいいところと多少のリスクっていうのを説明してると思いますけども、その上で紹介報酬が入るものっていうのは基本的に紹介報酬欲しさに紹介する例がありますから、やっぱそこら辺はね、分けていかないといけないかなと思うんですよ。紹介報酬いくらですかってきちんと聞いてもいいと思います。で、紹介報酬がでかかったらそれは紹介報酬目当てと、紹介報酬がほとんどなければその紹介報酬目当てっていう線は消えるかなっていうようなね、こういうふうな考えを持っていってもいいんじゃないですかね。はい、でインフルエンサーの方が勧めるものってのは本当にね、私の場合はですよ、私の場合はインフルエンサーさんからの声を聞くことがない、情報を取ることがないんで何が起きてるのか分かりません。本当に大事なのは自分が元情報にタッチしてるかどうかなんですよ。でもって言ったら元情報から来るぐらいじゃないといけないですよね。久保さん、こんな案件あるんですけども勧めませんか、あなたの YouTube で紹介しませんかっていうぐらいだったら、第一次情報に近いのかなと思いますけどもね、どうなんですかね。ご安全にお過ごしください。では、いってらっしゃい。